はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。グライムの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、セノタフシティで、最後の宴が行われたんですけども、彼らの、望んだ通りの結果なんですかね、セノタフシティの、破壊、崩壊が起きたと。で、2段ジャンプが使えるようになったので、先に今進んでいるとこですね。この蒼白の空のエリアを進んでるんですけども、かなり難しいですね、マップが。うん。で、もう少し進むと、なんか目的地っぽいとこに着きそうですけどね。うん。行ってみましょう。出たところが危ない、見えない。あ、ダッシュでかわして、ダッシュで、よし。左下の足場に行きたいんで、一回左に越えて、落下中に右にダッシュだ。こうだ。で、よし。で、今度は、危ね、途中で。で、あれだ、左の足場。よし。おい。え？一回ダッシュでこの間に行って、で、この足場を間に持ってきて、引っ張って持ってきて、で、もう一回ダッシュで越えて、で、左上の足場だ。いやー。ダッシュで持ってきて、ダッシュで、よし、オッケー。まずそこに掴んで、あれ、これ2回できるのかな？ 1 回左にダッシュで越えて、落下中に、右にダッシュ？あめ。これいいのかな？危ねえ。いや、これ多分ミスったら1からだ、1からなのかな。よし、よし。よし。よし。あれか。よいしょ。で、左上だ。ジャンプして、よし！ OK！
なんだ。お。地震？あ、ヒヨードさん、また震度、最近は頻度が増している。お前の種族は、どうせあそこで賑やかにお祝いをしているのだろう。あ、この振動は俺の種族が起こしてるんだ。ということなのかな。祝祭といえば、お前のものはどうだった？コーダは、アセノタフシティの人たちですね。お前の破滅のギフト。破滅のギフトか。を、何神も何神も待っていた。そしてついに手に入れたのだ。うん。死に急ぐバカどもめ。奴らは自分の体と幸運を捨ててしまった。一緒だ。もうだ。立ち去れ、エンドギバー。お前のギフトは私に近づけるではないぞ。もうだ。あ、もう物売ってくれないんだ、ヒオドさん。もうだ。これ、ウェイ、シャウト。いや、待てよ。なんか、ボスっぽいな。ちょっと、ま、先に死ぬ行こう。あ、セーブポイント発見。世界の柱に降りれるかな。あー、これこっち側から上がっても同じかな。うん。じゃあ一回下に降りてみて、まだその回ってないところは結構あるんですよね。行けなかったところとか。これな、脊髄とかなのかな。脊髄を通ってるとか、なんかそういう感じなのかな。とりあえず下に降りて、一回地から回って行ってみようかな。ほんとスタート地点から。セノタブシティも気になりますけどね。どうなってるのか。あ、シドラがいない。
4。イオードさんの分、アイテムここで買えるようになってるんだ。うん。どうしようかな。ナーブルートも全然いけてないところがあるし、とりあえず1からの方が混乱しない、しなそうですよね。1からまたぐるっと。じゃあ、未完成の砂漠かなに飛んで、待てよ、脊髄エレベーター、あるんだ。これ下に、なんかこのエレベーターの途中に道があったんだけど、あっ、えっ、よし、オッケー、あ、これだけ、これだけか。そう、あ、あー、あ、むずい、ついな。他にある？こっち側からもっと楽に、あ、だめだ。よしよし、ちょっと難しいってこのゲーム。よし、ここは初めてだぞ。で、左、一から回るって言ったんだけど、マジか、もっとマシなもの。年齢とともに反射神経がですね、年齢のせいですにしてるけど、本当に鈍ってきて一瞬の判断とかできないですもんね。その下にありそうだけど、まずこの、またこういうの作る。さあ来ました。あ、待てよ、大ジャンプしなくてよかった。
待って、待って、くそー、あー違う、一回ダッシュで右に行かないとダメか。右ない？ないか？ない？やばい。あー使おう。ここで死んだらもう最悪だ。マジかよ、おい。よし。うわ。待って。これ右は無理だよね。タイミング合わせて、あっ、あーこれやばい、これちょっと待って、危ない。あっ、ちょっと長いな、ここは。あー、それ電気の源を何とかしないと。
うわー、待って、これ、マジでこれ考えた人。雑になっております。一回ふわっと上に上がっちゃうからこんぐらいで早い。オッケー。で、その先どうなってる？あっ、あっ。まぐれ。お前。よし。天気の源やっつけた。これで。これで大したもんじゃなかったらもう。なんだけど、待って、あ、ちょっと待って、使おう。ちょっと待って、嘘だろ、これだけのために来たの俺。これいや、認めない。絶対何かあるでしょ。
おう。ナルドガーデン。つながるのかな。ごめんなさい。めちゃくちゃちょっとテンションがめちゃくちゃ下がってますけども。こっから、もうと、電気が止まったことによって今まで無理だよね。いやーちょっとこの辺とエレベーターのところの途中気になるけども、戻るにはレボラムダスト初めて使うんじゃないかもしれない。使ったっけ。飛んでる途中の壁とかに隠し通路とか。あ、先にあれ買ってこよう。なんかアップデートで、まあ、前回そうだったんですけど、この地形が変わってるんで、アップデートなのかストーリーが進んだからなのかちょっとあれですけど、あれ買えなくなってる。限界の数があっ
ったのかな。マジか。じゃあまず未完成の砂漠に飛んで、あーこっちが行けない。先にこっち行けばよかったかな。ここのなんか上に、なんか壊れる足場があったんですよね。直線、長い距離。じゃあ久しぶりに能力上げますか。眩しい。で、まずこの上。よし。
一回左に、ん？空中に逃げてもう一回掴めっていうことかな。危ねえ。よし。OK。お。壺の人たちがいるけど、どうやって。この辺はまだ行けない。あ、ちょっと。あ、ちょっと待って。こんなのがあったんだ。初めて知ったな。いやー、難しいな。しないんだ。見えない。お、危ない。よし。あれ？これ取ってなかったかな？上になんか空間が。ポイント。こっち側はどうやって行くんだろう。左。なんかうっすら空間が見えるんですけどね。
あ、隠し通路発見。あ、あーこのタイプか。ああ。ダッシュして二段ジャンプして。あ、そう。ああ、むずい。ネイルサイス。C と C。器用さですね。うん。あ、そ、あ、まあいいか。そのスタート地点に戻ってきましたね。落下してきたところ。あ、こんなところにもあったんだ。うーわ。あ、で右。下だ。いずこから来たフロックスの塔、フロックスシリーズ。お前のものでありながら、どこか別の場所からやってきたもの。あー、かっこいいってはかっこいいけど、何も着てない状態に近いのかな？うん。どうしよう。いや、このマフラーいいな。ティッチャーの塔。ああ。いや、こっちだな。で、第一のイヤの足。で、腕を、フォーマルなコーダの手。よし、これ戻ろう。
はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。